皆さん、こんにちは。俳優の松平健さんは、2005年、14歳年下の元タレントで、女優の松本ゆりさんと再婚されました。翌年の2006年には、待望の男の子が誕生しました。ところが、2010年11月15日、松本ゆりさんが自宅で自ら命を絶ってしまいます。今回は、松本ゆりさんのこれまでの経歴とその自死の原因について調べてみました。松本ゆりさんは本名を鈴木ゆり子といい、1968年3月18日生まれ、東京都の出身です。松本ゆりさんは1980年代の終わりから1990年代にかけて活躍した元女優で、俳優の松平健さんの元嫁としても知られています。松本ゆりさんは堀越高等学校に入学したばかりだった1984年6月にアイドル歌手として芸能界入りし、ファーストシングル「過剰にオンリーユー」「情熱」「ため息」「恋魔術」でデビューしました。キャッチフレーズは「情熱エンジェル」で、目標を「西城秀樹さんの女性版の歌手になりたい」と語っていました。言葉の通り、八重歯とエクボが印象的な愛らしい顔からは想像できないパワフルなボーカルを披露していました。1984年9月リリースのセカンドシングル「ボーイキラー」は、明治製菓のチョコレート菓子ハローウッディの CM ソングに起用され、本人もこの CM に出演するなどセットで売り出されていました。その後、松本ゆりさんは1985年まで歌手として活動した後に女優に転身し、連続ドラマや2時間ドラマ、時代劇ドラマなどへの出演を中心に活躍しました。代表出演作品としては、1987年公開の映画「シャコタンブギ」や1988年の NHK 朝の連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」、1989年の NHK 大河ドラマ「春日の局」などがあります。また松本ゆりさんはこの女優時代に、後に結婚相手となる松平健さんの代名詞的作品である時代劇ドラマ「暴れん坊将軍」にも何度もゲスト出演されています。松本ゆりさんは俳優の天野真嗣さんと元宝塚女優の若鈴子さん夫妻の間に生まれ、幼い頃から芸能界に親しんで成長した経緯があります。松本ゆりさんが芸能界に入ったきっかけは、中学生だった1983年にフジテレビのバラエティ番組オールスター家族対抗歌合戦に父親の俳優天野真嗣さんの娘として出演し、芸能プロダクションの目に留まってスカウトされたことでした。ここで松本ゆりさんのご家族について少し紹介します。一人目は父親で俳優の天野真嗣さんです。天野真嗣さんは本名を松本智孝といい、1933年3月10日生まれ、東京都足立区千住中町の出身です。旧芸名は天野真と言います。天野真嗣さんは1950年代から1990年代にかけて活躍しました。天野真嗣さんは慶応義塾大学文学部2年生だった1953年に劇団新国劇にスカウトされて舞台俳優となり、1961年に新国劇を退団後はテレビドラマや映画を中心に活躍しました。若い頃は二枚目俳優として人気を博し、1962年には「青春怪談」「桂小五郎」などの連続テレビドラマで主演を務めています。その後、1965年に昼メロドラマの共演で知り合ったという元宝塚女優の若鈴子さんと結婚し、1968年に娘の松本ゆりさんが生まれています。他にもう一人男の子も生まれています。ところが、それから数年後に天野真嗣さんと歌手の西川美音子さんとのスキャンダルが報じられ、これをきっかけに妻の若鈴子さんは松本ゆりさんと息子を連れて家を出て、やがて離婚してしまいました。二人目は母親で元宝塚女優の若鈴子さんです。若鈴子さんは1938年12月6日生まれ、兵庫県の出身です。2010年6月71歳で亡くなりました。ここまででも触れていますが、
松本ゆりさんの母親は元宝塚歌劇団に所属した女優です。若鈴子さんは兵庫県出身で、神戸松蔭女子学院卒業後の1955年に42期生として宝塚歌劇団に入団しました。若鈴子さんの宝塚時代についてはあまり情報はありませんが、ダンスがうまく、月組の娘役のスターとしてとても高い人気があったようです。宝塚以外にも1955年の映画女の学校、1957年の映画ちんどん屋の娘、1961年12月放送のドラマ純烈組み合わせ、1964年4月から放送された NHK 朝の連続テレビ小説渦潮などに出演しています。松本ゆりさんは暴れん坊将軍でも何度か共演していた俳優の松平健さんと2005年10月12日に結婚されています。ただ二人の馴れ初めは暴れん坊将軍の共演ではなく、2004年に松本ゆりさんが松平健さんの出演舞台を感激したのがきっかけだったそうです。松本ゆりさんと松平健さんは馴れ初めからすぐの2004年10月に交際をスタートさせ、約1年の交際期間を経て結婚されています。松本ゆりさんと松平健さんの結婚は14歳差の年の差結婚であることも大きな話題になりました。また松平健さんは松本ゆりさんとの結婚の2年前の2003年に女優の大地真央さんと離婚しており、再婚となります。松本ゆりさんと松平健さんの間には結婚からちょうど1年後の2006年10月31日に子供が誕生しています。松本ゆりさんと松平健さんの子供は息子さんで、名前は健太さんであることが公表されています。松本ゆりさんはこの息子の健太さんを出産後、子育てや家事などに専念するため、松平健さんの嫁の立場としてのマスコミへの出演も含めて一切公の場には露出しなくなり、事実上芸能界から引退されています。松本ゆりさんと松平健さんの息子の健太さんの詳細な情報は名前と生年月日以外は公開されておらず、顔写真も不明ですが、2011年頃には有名私立幼稚園に通っていることを一部週刊誌が報じていました。松平健さんと松本ゆりさんの息子の健太さんは2023年4月の現在は高校生の年齢ですが、どのような学校生活を送っているのかなどの情報は報じられておらず不明です。松平健さんと結婚し、息子の健太さんも誕生するなど幸せに過ごしていると見られていた松本ゆりさんでしたが、2010年11月15日に42歳の若さで亡くなられています。当時の報道によると、松本ゆりさんは自宅のドアノブにロープをかけて首を吊った状態で発見されており、死因は自殺と見られています。その後の報道などによると、松本ゆりさんは松平健さんとの結婚後に最愛の母親である若鈴子さんを自宅に呼び同居していたようです。ところがほどなくして若鈴子さんが体調を崩し、松本ゆりさんはその介護を献身的にされていたようです。両親が離婚した松本ゆりさんは母と仲が良く、常に行動は一緒でした。松平健さんもお母さんの体が弱いから面倒を見ている、そういう家庭的なところが好きと話していました。介護も献身的で、近所の年配男性は松平さんの奥さんは亡くなる前のお母さんを介護サービスの車に乗せた時の海外しい姿が印象的だったと話しています。しかし2010年6月に若鈴子さんは病気で亡くなり、これをきっかけにして松本ゆりさんは精神的に病むようになり、知人に対して死にたいと漏らすこともあったということです。明らかにうつ状態に陥っていたようです。松本ゆりさんが亡くなった当時、息子の健太さんはまだ4歳と幼く、シングルファザーとなった松平健さんはベビーシッターの助けも借りつつ、忙しい俳優業と並行して懸命に子育てをされている様子が週刊誌やワイドショーなどのメディアでたびたび報じられていました。松平健さんは息子の健太さんに松本ゆりさんが死去したことをうまく説明できなかったそうですが、その後息子の健太さんが成長されたことからきちんとその死を伝えられ、現在は親子で松本ゆりさんの毎月の月命日にお墓参りに行っているとのことです。
松本ゆりさんの死因は自殺とみられていますが、遺書の有無は公表されていません。松本ゆりさんが遺書を残されたかどうかは不明ですが、警察の調べによれば事件性は見られないとのことで、死因は自殺とみて間違いないようです。ただ一説には、松本ゆりさんの病気が進行していた頃、夫の松平健さんが常にそばにいて治療の協力をしていたら、自殺に追い込むことはなかったのではないかとも言われています。松平健さんは仕事を理由にほとんど家に帰らず、二人は別居のような状態が続いていたとも言われています。松平健さんを古くから知るある記者によると、それ以前に松平健さんは結婚生活に不向きな男だというのです。1980年、松平健さんがテレ朝の走れ熱血刑事の主役を演じた時に同行取材を許されたのだそうです。しかし撮影中に取材しようにも、松平健さんはほとんど喋らなかったそうです。取材陣もこれにはお手上げだったといいます。しかしそんな記者らを気の毒に思ったのか、松平健さん自ら撮影が終わってから夜、六本木のお店に来てください、そこで僕の素顔がわかりますよと言ってくれたのだといいます。その夜に会った松平健さんは、酒が入ると別人のように饒舌になったそうです。しかも時におねえ言葉を使うというのです。一緒にいてわかったそうですが、松平健さんはゲイだったというのです。その松平健さんが元宝塚のトップスターの大地真央さんと結婚すると聞いた時は、真っ先に偽装結婚だと疑ったそうです。女性とのセックスに興味がない松平健さんと大地真央さんの結婚生活が成立するとは思えなかったと業界では評判でした。そんな噂話が松本ゆりさんの死の原因ではないかとする人も一部に入るようです。いかがだったでしょうか。今回は松平健さんの2度目の結婚相手としても知られている元女優の松本ゆりさんについてまとめてみました。松本ゆりさんは父親に俳優の天野真嗣さん、母親に元宝塚女優の若鈴子さんという芸能家族で育った生い立ちを持ち、自身も中学生の時にスカウトを受けて高校在学時に歌手としてデビューされています。その後、松平健さんの出演舞台を松本ゆりさんが感激したのを慣れ初めとして、2005年10月12日に結婚し、1年後の2006年10月に子供も生まれています。自殺の原因は他人が知る由もありませんが、時系列を見つつ出来事を振り返ると、やはり最愛のお母様が亡くなったという事実に耐えられなかったのだということが推測されます。それだけご家族に愛情を注いでいたのだということが分かりました。現在息子さんは立派に成長されているでしょう。松本ゆりさんの可愛らしさと松平健さんの凛々しさを併せ持った素敵な男性に成長されていることと思います。松平健さんも変わらずご活躍されることを願ってやみません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。